60年代ぐらいのそのスケートボードの創世期の板って多分こういう形っていうか、まあ素材はこうだったんですよね、はい、その無垢の木とアルミニウムとウレタンでみたいなのなんで、そのシンプルな素材大事にした板とかが作れたら、まあ僕が作ってる意味もあるし、で作って乗ってるとそのどんどん育っていくっていうか、こう導管にこうアスファルトの汚れとかが詰まって木目が出てくるみたいな感じとかが、なんとなく自分の板に育ってるなっていう感覚があるし、なんかねそういうのは後から分かったなんかいいポイントかな。ちょっとここら辺とかも削れちゃったりとかしてるのもペーパー当ててオイルアップして、でまたその新品にならないんですけど味になるっていうか、そうですね、デニムをこう破れたとこ繕ったりとかしていく中でいい味わい出てくるっていうところが、そのどんどん育ててるのが楽しいっていうか、自分のスケートボードができていくみたいなところはいいですよね。元から歩きも使いつつこう直すことで多分ねよりこう愛着持ってもらえたりとかもして、まあ何とでも直すことはできるっていうのは強みでもありますし、使ってる方が多分木としては息が長いんじゃないかと思うんですよね。ほっとくと多分こうスカスカになって折れちゃうかもしれないですけど、そうですね、サーフィンのシェイプとかから来てますね。でもちろんそのクラシックなスケートボードの雰囲気っていうのが欲しいので、そういうところからもインスピレーションあったりはするんですけど、まあ、基本的には一応オリジナルシェイプですね。ウィール、そうですね、なんか色はいろいろあるんですけど、何がこう使いたいかとかうちのブランドのイメージかなっていうところで、まあ赤とオレンジと白と青、ちょっと突飛なんですけどね、でもそういうのが1個あってもいいかなっていうところで4色展開ですけど、そうですね、色の好みから決めてもらって、で硬さがちょっと違うんで、まあ、柔らかい方が乗りやすいんで、そういうの進めてますけどね。はい。